両門へ向かえ。いけるでしょこれ。3人いるけど、わっしょい。そうだね。あらよっと、ようやく当たった。スイカの出現率も良くないですし、初当たりが何にせよ厳しい状態、まあ、チャンスゾーンは出てきてるんですけど当てれてないっていうのはありはするんですけどね。7、2個残ったけど、遊戯可能です、遊戯可能です。見てんだよ遊戯可能でもおい、そこかよ。これはしょぼれんでは終わらせられない。勇者3レーン、ウェル3、よい、あー惜しい。おう、花田さん、よいよいよい、よし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 、あーベルレンレンな、やっぱり間違いなく。よっしゃ、 MBL1、 おっと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 、おおお、どういうことだ、チェリー扱いか。そうだな、これチェリーだろ。 MB 中のいや、やってる場合か、いやいやいや、今やってる場合か。よーい、わっしょい、よーし、わっしょい。そう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 、こういう状況でベルをたくさん引いていきましょうっていうゲームね。おい、あらせい、スイカ、順調だぞ。よく、たく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 ケーモン先生じゃないですか。 OK、 はい、ジャッケリーだけど、ジャッケリーだけど、奥村ふん、いいですね、やっちゃってちょうだいよ奥村先生、助けてくれよ。もうそう、レイ、いいぞ、レア子役つけております。ジャッケリー、あ、なるほど、スケーモンが守ってくれるんだ。よし、モノだ、あとベル1個。よし、スタパね、点滅しましたね、一瞬。 OK、 さあ、城門へ行きましょう。あー、シアリは薬化せず、落ちてった、下の下まで落ちてったぞ。2の門、5、おい、4万、頼む MB で、うわー終わる、こんなパターンもある、ギリギリで助けてくれるパターン、なんかめっちゃ来る、めっちゃ来る
急にめっちゃ来る。カツカツです。あー危ない、終わる。すでにカツカツなんだが、仲間いる状況でも、あーカット、いい、危ないっす。これ疲れるな。やっべえ、頼む、ちょっと一回上がってくれ。ちょっとリプレイ多くねえか。セーフ。あ、盛り返した。これ疲れる。あーはー、 MV、 よっしゃ、ナイス防御、ナイス防御、よし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 、いける、いけるぞ。こっからの負けはストレス。誰か誰か、よっしゃ、もう終わんねえから、決まんねえから、もうい、やー違う場合リプレイか。おい、いらねえいらねえ。あはー、何、あ、下ポレ消灯してる、大丈夫だろう。行ったら雨晴れって書いてあるもん。あっぱれ、オッケー、よし、なんちゅう死闘や、戦や、この ART は。あー落下なし。あー、いやいやいや、会議3のもん攻める、どうする、やめる。やめとく、もうやめようか。会議ずっと会議してる、どうする。行く、行きます、ケイジ行きます。いやー多いわ、 4,5 番は多いわ。よいしょ、もう一声、4番、よし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 、よしよし、今カモンでかかったね。そう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 、あ、なんだなんだなんだ、刑事だ刑事だ、オッケーオッケーオッケー、レディーゴー。そう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 。よしよしよし。決まれ、もう次ベルで決まり。いやー、いら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 、あぶね。もろた。大丈夫だろ。決めろ決めろ。よし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 。よし、よくやった。誰もいねえけど、仲間誰もいねえけど、あ、普通に突破、ボタンすら押してもらえない。よーし、さあ会議中、どうする、やめる、いく、やめない、少なめで、少数で、少数、2人、4万人、なんかいるぞ。あ
終わる終わる、吸収させる、助けて、食うぞ、あーか、いけいけ、頼む、よっしゃ、いけ。よーし、一発、レディーゴー、ゴンドモン、軍技、攻略軍技、どうする、刑事人でよくねむしろ、旦那、一気かけで、旦那、一気かけでいきましょう。正直、4、5万人相手する意味わかんないけ。そうだな、わしもそう思う。基本的に一気かけでいいと。ふざけんな。あっ、K 出た、ケージ来ました。悪鬼打折なので1セット10ゲーム継続、消化中は全攻略でダメージ蓄積を抽選、勝利時に、あ、じゃあ終了時に一気にダメージを与えると。勝利の大チャンスってことですね。これ10ゲーム1セットだから継続率も持ってる可能性はある。はい、初期は4万、出たーと。これの上に無限アッキラセっていうのがあるらしいですけど、さあ行ってみよう。出る、おい、はい、溜める、青になる、おい、溜める、さらに青、リプレイは溜めてくれないんだね。よっ、よっ、よいしょ、切る、すべて切る。よっぽど腹立ったんでしょうね、一人で戦況を引き返すのが。お前ら全然役立たんやんけ。継続ジャッジ、おいしょ、どっちだい、むむむむむむ、1万5000撃は継続はせずってことだな。 OK、 まずい、完全にまずい。あんなに、あんなに勢いで刑事頑張ったのに、ゴリゴリの弱気、全員、いやー、厄介な相手だな、じゃねえよ。頼む、から負けた。329ゲーム継続、残念、無念。いや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 、 ART 中は非常にね、白熱する ART ですけど、残念ながら投資分は戻ってきてませんね、半分ぐらいちょうど。はい、直江、聞いた風な口を、コーキー、はい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 、たたり、たくさん、あ、グレンのとどろき、これは喧嘩祭りの上の前兆ステージ、
待できるぞ。あ、出ましたね、グレーンのクロノロッキーが期待できるぞ。来ましたね、最終的に連続エースに発展すると。本当の期待できるぞは本当に期待できるんじゃないでしょうか。グレンって読むんでいいのかな、グレンじゃねえか、これなんて読むんだ、公園か、公園のトドロキ。あのいつも青い前兆ステージの一番4つまで行くとこれになると。歌舞伎ごめん、さあ赤から、赤くすま赤くすま赤くすま、出たー、モーローター、モーローター、白白ゼリフ、白ゼリフ、白タイトル、白ゼリフ、そして直江さん、ドシェイ、それ天国だ、天国力、よし、初当たりが取れるようになってきたな。天国をループしたと思われる。聞いた風な口を聞くな、誰か来い、誰か来い、誰も来ない、誰も来ない、スイカ程度じゃ誰も来ない。あ、いつも最初はこの画面だね。よし、3万人でいこう、3万人、3万人いこう、これ5万、5万は多いよ。お、伊達ちゃんだ、伊達さんはベルリップナビを上げてくれるとの噂がございますけど、よし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 、あかか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 、よっしゃー、奮起した、奮起した、伊達さん奮起、そう見える、あ、これがいわゆるあれか、ベルリップにしましたよってやつだ。お、見ろ見ろ見ろ、見えろ、はは、1個かい、全然足りない、あはあかん、誰か、誰か、これより1個上で戦わせてくれ、怖いから、よーしよ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 し、よし、いける、いけると思った瞬間からリプレイ、ダメだ、出る、やりたくねえこの先、もう負けそうな気がする、よし、状況好転、よし、さらに戦況好転か、よっしゃ、決めただろ、決まっただろ、おーっしゃ、ボロだ、見える、ベルリップになる、あーもう、あーもうです、なげー、そうだ、よし、さあ何が出てくるかな、わっしょい、一番安くてチャンスボン、うっ、さあ
落ちない。このカモを集めるやつっすな。出る3連で 50% 取れるとのことでございます。行くぞ、20ゲーム。よし。もう一個。よし。50%。OK。まずは1個。よし。ただ1個、これ1個取っちゃうと 50% じゃねえらしいんだよな。間違って、間違って、何から間違いで、何から間違いで、こりゃそうだ。いえー、特化ゾーンまではなかなか行けませんな。2戦目でございます。よし、おー、4万。よしよしよし。おっしゃ、さあ奥村奮起、奥村が奮起するとさあ守ってくれる。よし、いいぞ。ナイスペース、ナイスペース。いやー、決まった。あー、出た。このタイミングで奥村先生奮起、奮起後。ノーヒット。3戦目よいしょ。あー、4番。ナイスフェームイワベからのイワベ。よし、 MB だ。ナイス。もう一声スター。これで負けるパターンあるのか。いった、8500。確定ではない、確定ではない。勝ち確かと思った、今明らかにブレブレブレって言ったけど、あー、油断、圧倒的油断。まさか、危ねえ。ジャック、大丈夫か。誰か来る、誰か来るか。あー、MD。 よし、よっ絶対いけねえと思った。よし、今ピヨーって言ったな。いやー、よかった。この縄文は突破できないでしょ、さすがに誰もいねえもん、うん、よーし。よっしゃ、来た。 K だな。 OK、 修羅に入ります。大事だ。
ここ何よし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 3番スタート勝つアッキラセツ下手したらここで決めることも可能かもしれない。レディゴーよー何か引いたか MB だよー緑継続ジャッジどうですか。12,000継続はせず残り18,000ね。よしここはいけるだろう。さっきはこれで負けたからな。アッキ羅刹スタートでひっくり返されたから。何事出た出ました万全の体勢です。おりゃ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 い次の戦いにちょっと兵力取っといてほしいぐらいの余裕。あーもう来る来る勝つと思ったら来るおい一気にいったこれなんか縄文突破とか槍落っこってきそうな予感が。あーこっちかないスイカじゃ割れねえ。あーベルレンゴノムをほらささ5万。よしよし3連。おー来た4連。おいおいおいこれで5連。おっと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 強そうだろう出たぞ。さあ6連。はいはい7連。スイカドン。おお設定4以上すごいありがとうございます。隣の方が4以上もしかしたらここ当たりなのかもな。手前にも分かりませるが出てましたね。たケージベル3連よーしベル3連からの強歩チェリー完璧フィニッシュ。フィニッシュじゃない歌変わってる気がするけど OK さあ味方は誰もいませんが普通に突破。あ、強チェリー。うん。あ、違う。MB 中。ストーリーが見れるんだ。20ゲーム。
強い。これが6戦目ですな。4万。あ、なるほど。1の門に戻った。5個ワンセットなんだね。まずい。この行ったり来たりはまずい。あーやばい。あー負けた。こんなに簡単に。あっさり6セット431ゲーム。今ようやくぴったりプラマイゼロ。あー16時11分。これが天国飛んでるかどうかだな。いやこれは終わり得る。ここでリップ引いたら終了と。あー終わった。最短78枚。うー際で無理無理。ダメだ。バカ、なんちゅう負け方や。いやもったいねー。なんかすげえジャグラー出てるの気のせいか。これ多分僕の島は間違いないだろう、ね、またモンハが全部出てる。末尾8はそうでもなさそうです。サラバが結構頑張ってってるけど何かあるとは思えない。あー北斗だなこれ。あ花火出てんな。花火すげー出てるけど。スイエンジェルブレイクが結構出てる。は？ガールフレンドカッコカリも出てます。カッコカリ。え？絆もしこたま出てるけど。え？はい、実戦終了のお時間となりました。そして街道 G スタイルサード全ての戦いが12戦終了いたしましたということで、今回はですね160番ちょっとぐらいの番号で入って、取れたのが、神代の花の刑事天を穿つ、戦槍、新しい台でございますけれども、序盤はかなり苦しんだんですが、後半ですね、かなり初当たりも取れて、で何よりですね強水化じゃないや 強じゃないや普通の水化確率、終日で計算してみたところ5と6の間だったの で4以上確定の終了画面が隣でも出てると。で1台を除いて他全台、箱を使ってる状況下 で今箱使えてない台が僕が唯一ですね午前中隣で見てた台で初当たりかなり取れてる台なので、これ前代当たりの島に腰掛けたなという確信のもと午後は分回してたんですが、なかなか ART を伸ばすことができずですね、投資が24,000円、1200枚で回収したのが1018枚なので、残念ながらさまや182枚のマイナスということで、惜敗といったところだったんですが、まあ
あの腰据えて打ったのは今日初めてだったんですけど、非常に ART 中は自力感あって楽しくてですね、いい台だなと。まあ、通常時が結構ね、低設定機だと苦しむんじゃないかなとは思うんですけど、一発当ててみてもいいんじゃないかっていう夢のあるシステムですんで、まあ、おすすめな1台ではありますね。さあ、そんなこんなでマイナスの182枚で終わってしまいましたので、私の方がおおよそですね1000枚ちょっとのトータル収支でカイドウ G スタイルサードを終えたんですが、ご存知の通り企画収支はもう1万2000枚ここかな、1万2500枚ぐらいプラスが残っておりますので、見事達成とさせていただきます。まあ本当ねライトな感じでいいです。僕マイナスなんで、達成です達成ですっていうか、でまあ今日のホール状況なんですけど、まあ、自分がいた刑事、あとガルパン、モンスターハンター、ゲッカライメ、北斗の友、花火、ガールフレンド、カッコカリー、ツインエンジェルブレイクで、あと絆の2015パネル、まあ、この辺が固まって出玉を持ってるなっていう状況でしたね。でいつもねあの強い、凱旋とか、番長あたりにも当たり台らしき台はあったんですが、前代系ではおそらくないだろうと。で前代系の候補が 1,2,3,4,5,6,7,8 機種ね、まあ、だから8にちなんで8機種前代系があるよなんつってねっていう法則だったりするかもよみたいな感じでございまして、結構いつもとはあのテイストの違ったいろんなところで出玉をこさえてるっていう印象でしたね。まあ複雑ですよね。今日がマイナスなだけじゃなくてトータル収支が私マイナスなので、やった後も別に言い難いですし、ただあの企画としてはゴールしてしまっているっていう。でカイドウ G スタイル、3回シーズンやってきましたけど、初めての、トータルの目標達成ではありますが、初めての個人収支マイナスですなので、初めて僕は12戦やってマイナスで終えてしまったんですけど、初めて達成してしまうという事態に、なのでこう複雑な、心境ではございますが、海外からも遊びに来るようになったカイドウ G スタイルでございますので、グランパさんもその期待に応えてくれると思います。というわけで、サードシーズンこれにておしまいでございますけれども、フォースにお会いしましょう。さよなら。